まず目線の方をお願いいたします。じゃ中央の、はい、方いらっしゃいませんでしょうか。すいません、じゃあこのカメラお願いします。もう一枚いきます。ありがとうございます。はい、パラリンアートとは一般社団法人障害者自立推進機構が行うアートを通じて障害者アーティストの経済的な自立を目的に彼らのビジネス支援を行う活動です。そしてこの度このパラリンアート活動に賛同した一般社団法人日本プロサッカー選手会と J リーグの協力を得てさらなる障害者アーティストの夢の手助けを行うべくサッカーをテーマとしたパラリンアートサッカーアートコンテストを4月1日金曜から募集開始することになりました。日本プロサッカー選手会そして J リーグよりお越しいただきました皆様にご登場いただきます。日本プロサッカー選手会副会長バンド龍二選手です。バンドです。本日は、佐藤久人、会長が、練習のため、不参加になってますので、僕が挨拶させていただきます。こうやってパラリンアートの、絵をこうやって見たりとかさっきショーを初めて見たんですけど本当に素晴らしくて、選手会としてもぜひ協力したいというふうに、みんなで決めて、やりました。こういうのを、いろいろ知ってもらういい機会になればいいと思うので、今後よろしくお願いします。バンド副会長ありがとうございます。皆さんこんにちは、ヴィッセル神戸の相馬です。タレントのセイン・カミューさんと以前から親交があり、そのセインさんの妹さんが障害を持っているということを聞いて、そこの妹さんの作品をたくさん見させていただいたんですけども、本当になんか色彩だったりとかタッチだったりとかがすごい素晴らしいなってその時にすごい感動して、他のアーティストの方々の作品もたくさん見させていただいたんですけども、少しでもその方たちの作品が世の中に見ていただけるように、またなんか皆さんの目に触れるようなお手伝いが、サッカー界としてできたらすごい素晴らしいなと思って、この活動選手会そして日本サッカー協会の方に相談させていただいて、今日迎えることができました。多分2年ぐらい前に一番最初にこの話をさせていただいたんですけども、その時はこんな会見を、ここで僕が話すとは思ってもいなかったので本当に今日この日を迎えられたことを嬉しく思います。サッカー界として一人でも多くの障害者アーティストさんが、作品を世に広めていけるような活動を僕らもお手伝いできたらと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。国内外を問わず多くのプロサッカー選手に影響を与えたと言われるあのサッカー漫画キャプテン翼の作者でいらっしゃいます漫画家高橋陽一先生からもメッセージをいただいておりますので、ビデオレターをどうぞご覧ください。こんにちは、キャプテン翼作者の高橋陽一です。この度はパラリンアートサッカーアートコンテストのサポーターに就任することになりました。キャプテン翼とともに、パラリンアートを盛り上げていきたいと思ってます。そして、本コンテストの審査員にもなることになりました。キャプテン翼賞というのが新設され、その作品を僕が選びます。そして、キャプテン翼賞に選ばれた方と一緒に、アートをコラボすることになりました。皆さんキャプテン翼賞を目指して頑張って応募してください。本コンテストのテーマを改めて発表いたします。発表はパラリンアートサッカーアートコンテストを応援するサポーターとしてご協力いただくことになりました書道家の金沢翔子さんにお願いいたします。それではコンテストテーマの発表です。お願いします。今回のコンテストのテーマは蹴球すなわちサッカーです。サッカーに関わるアートであればどんな作品でも応募可能です。私も応募しますから皆さんに
たくさん送ってくださいね。ありがとうございます。書道家金沢翔子さんによる今回のコンテストに向けた思いとメッセージを載せたライブ書道パフォーマンスです。はい、じゃあ正面ご覧になっていてください。素敵な写真をたくさん撮っていただきましょう。共に生きるという障害者と健常者の垣根をなくすことというまさにパラリンアートが目指すゴールにふさわしいフレーズを力強く描いていただきました。パラリンアート応募、たくさん待ってます。僕もパラリンアートを応援してます。みんなで、支援応援していきましょう。皆さんたくさんの応募待ってます。皆さん応募お待ちしてます。キャプテン翼作者の高橋陽一です。この度はパラリンアートサッカーアートコンテストのサポーターに就任することになりました。キャプテン翼とともにパラリンアートを盛り上げていきたいと思ってます。皆さんからの応募、お待ちしております。